がんサバイバーミュージシャン浅井真也です。このチャンネルでは自力でがんを克服するための方法や考え方などについてお伝えをしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。今回は重曹クエン酸水で様々な体調不良が改善されるということをお伝えされておられます大西さんにお話をお伺いしました。以前からですねツイッターではやり取りをさせていただいてたんですけれども、今回初めて大西さんにお会いして直接お話をお伺いしまして、僕自身も知らないことをたくさん知れたので本当に勉強になりました。ぜひですね皆さんもこの動画を見ていただいて、日々の中に重曹クエン酸水そして天然と天然塩を取り入れてみてはいかがでしょうか。今回もぜひ最後までご覧ください。以前からねツイッターとかに参加していただいて、いろいろお話も、ね、はい、僕もちょこちょこ見させていただいたんですけど、まあ、今回改めてね、はい、対談ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。もともとお父様が病気 で、経緯ですね。母親がね、難病で3年間ご飯も食べれずに胃ろうっていうね、なんかに栄養を入れるような形で、でその姿を見て、いつも野菜ジュースもちょっと口に含んでもすぐに飲まれへん言って、そんな状態です。人生の楽しみなんやろうって思った時に、うん、生きてるだけで辛ないかなとか思ったりして、でそんなそうこうしてるうちに3年間そんな辛い思いしてるうちに肉体を抜いて、母親はで、その後にすぐ親父ががんが再発して抗がん剤打てって医者に言われてんけどって言われたんですね、僕が、うん、でそういう時におかしいな、これってなんかみんなこう苦しんで頑張って働いて頑張ってお金貯めて、うん、でも結局全部病院のお金持って行ってないかってこう疑問を持ったんですね、この世の中に対して。で、親父も抗がん剤打たなあかんってなってる状態で、もう一週間くらい寝ずに文献論文とか古文とかいろんなことを読み漁ったのも、ほんまにちょっとね、寝ずにね。あ、素晴らしい。ほんなら分かったことは、やっぱこう、都合のいい論文とかってでき、世の中に都合のいい論文とか出来上がってて、で、いい情報っていうのはちょっとねじ曲げたりして、こう、ほんまに巧妙にねじ曲げるんですよね。で、そういうことが分かってきて、で、まあ、現場の情報を大切にしようと。昔のおばあちゃんの言ってることとか、今までこんなことが過去にありましたよって情報、経験に勝るものがなかったんで、テレビの言ってる情報は一つの情報として捉えて、で、いろんな現場の人たちの情報も、10個あったら、じゃあこれが11の情報になって、その11の情報からいい情報を取っていこうって言って、うん、そういうことをしていったら、やっぱこう、塩が大事っていうことと、そうですね。で、人間の体の pH、70%、60% の水分の pH、健康な状態は 7.4 ということが分かってきて、うんうん、それを実践するために、親父に、病院の薬全部捨ててくれと。おうおう、糖尿病と高血圧は10年飲んで、一切治れへん。それ全部捨てて、で、抗がん剤も断って、もう病院をブロックしてくれ。行かれてくれ。はい。いろいろちょっと情報とかも伝えたら、はい、ほんまにそうやな、言うの言ってる通りやな、言って、うん。で、やってみるわ。で、2ヶ月後に、どう親父言ったら、まあ、全然分かれへんよ、まだ。まあ、効果ないんか。具体的には、あれですね、重曹とクエン酸を、そうね、飲まれた。重曹とクエン酸飲んで、はい、で、お塩もね、天然塩も摂取するようにして、はい、で、まあ、ちょいちょいヨモギ茶とか、人参ドリンクとか、はい、そういう、体にとっていいもの、はい。で、食事は変えなかったんですね、全く。ああ、そうですか。結構好きな感じでとってて。なんか食事療法というよりかも重曹クエン酸よもぎとか人参ジュースとか、うんうん、で熱い重曹風呂に毎日お風呂入ってもらったりとか、なんかもうこの汚染してる社会システム、まあ、うん、生成需要とか生成打倒とか、うん、で僕ら外食しても電子レンジ勝手に使われてても気づけないじゃないですか、ね、厨房の中で電子レンジ使われてたら、はい、その栄養破壊されたもの食べてて、はい、もうこの汚染社会システムでどうやって僕とか親父って外食をしかせえへんからね、みたいな、もうずっと外食なんですよ、僕は。あ、そうですか。僕ももう5年ぐらい前から母親が他界する前はちょっとね、料理何日かに1回作ってもらってたけど、他界してからはもうずっと外食なんで、その外食でどうやって体を守っていくか言ったら、うん、やっぱり排出と吸収を良くするっていう形でやらせてもらってて、で、親父もそういう風にしようって言ったら、もう4ヶ月目ぐらいからみるみる元気になっていくんですよ。もう横なしんどいなーって言ってたら、こう、ネガティブ発言がゼロになって、で、白髪もちょっと黒髪生えてきて、剥げたところから産毛が生えてきて、何やこれと。何や、病院離れて薬してて、逆に元気になっとるやんけ、親父。どういうことや、言うて。まずい、これはちょっと、血液検査に行かんとあかんなって。なんでこれちょっと初めに当初から血液検査行っとけへんかと、すっごい後悔したんですよ。どんどん良くなってきて、良くなった数値から、今、血液検査の結果、またね、ちょっと後で出させてもらうんですけど、5ヶ月目からの血液検査なんで、それが当初からの血液検査ってもっとみんなに伝える力があったと思うんですけど、うん、いざブロックするって言ってたから、血液検査もやめとこうっていうぐらいのレベルで、で、後々すごい元気になっていって、血液検査行ったら、またさらにそこからもどんどん良くなっていくんですね。2ヶ月おきに。うん、じゃこれって免疫ってすごいなとか思って。あと、天然トウモロコシなんですよ。あ、
佐藤ね、はい、ガンの永遠は佐藤やっていうことで、いろんな情報を取ってたんです、うん、僕はもう、生成状は取ったらあかんけど、天然状は逆に取らなあかんっていう。そうですね。サラリーマンのね、語源もサラリーっていうのは、塩。あ、そうです。うん、ローマ時代の兵士の収入は塩やったということで、塩がいかに大事かっていうことね。で、次。砂糖ってどうなんやろって考えたときに、うんうんうん、砂糖だけでね、言うたら、僕ら玄米とか食べたりして、はい、甘いじゃないですか、噛んだときに。そうですね。で、トウモロコシも食べ、もぎたてとかめっちゃ甘いんで、糖質とかで、はい。あれってバランスの取れた糖質ですよね。うんうんうん、じゃあ、ガンの餌は糖分やっていうのも、ちょっとそ話が変わってくるなと思って。で、それも調べたら、糖尿病っていうこと自体も、フルーツとお塩だけで糖尿病治してしまう。もう、ご飯も食べないで、もうフルーツと塩食べるだけで治せるんですね、糖尿病で。うんうん、結局ちょっとおかしいなって思うじゃん。糖尿病をフルーツで治すっていうか、糖分で治すっていうことは、うんうん、それがだからバランスの取れた糖分っていうことで、おやじには黒糖を取ってもらう。黒糖。ああ、いいですね、黒糖ね、うん。ミネラルたっぷりな黒糖を取ってもらったら、うん、それでも取ってる、黒糖を取ってもガンはやっぱり消えていく。ああ、素晴らしい。これはすごい大きなことだと思いますね。うん、そうそう、ね。皆さんやっぱり糖質全体があかんと思ってる方がほとんど。そうですね、やっぱり、うん。うん。この、やっぱこう、間違いというかそういうふうにやっぱガンのエネルギーっていう、うん、砂糖はエネルギー、やっぱこう、減塩と一緒で、うん、精製だとグラニュー糖とかはエネルギーになってしまうけど、うんうんうん、バランスよくミネラルとか入った僕たち免疫がしっかり余分にとって排出するし、はいはいはい、いいものは吸収するし、はい、黒糖もね、頭痛してる人に黒糖のちょっと大きい人がたまに舐めてったらすぐ治るんですよ。頭痛。あと喉の調子悪い時とかも黒糖で。うんうん、やっぱ糖分って大事なんですよね。ですよね。うん、そうそうそう。うん、塩分と糖分も大事。うん、これでお風呂をね、はい、親父はお風呂が嫌いな人間やったんですよ。はい、でもシャワーで済ませたりし、慣れたら1日ぐらいで入らんでいいっていうぐらいの性格の人で、うん、で、まあお風呂っていうのは1度ずつ温度が上がるたびに免疫が上がっていくからってことを伝えさせていただいて、で、まあ初めいやいや入ってたんですけど、44度って結構しんどいんですね。あ、で、やっぱ癌細胞って言ったらちょっと熱に効果的になるから、うん、なんでか言ったら僕たちの熱い部分って言ったら心臓なんかずっと動いててエネルギーずっと使ってるから、体温高いんですね、心臓ってやっぱ鼓動するから。うんうん、心臓がなんかなかなか効けへん。そういうエネルギーの循環がええところって言ったら、いい状態を保ってくれる力が強いから、親父には熱いお風呂、44度のお風呂入ってもらって。どれぐらい浸かられたとかってありますか？ 10 分ぐらいですね。10分ぐらい。10分ぐらい。で、それを言ったら、ずっと入ってもらってるうちに、勝手に2回入るようになったんだよ。おー。2回。自主的に。あ、そうですか。あれ、なんやろ、親父言うて。親父あんだけ風呂切られたら、勝手に2回入るってことは、なんか、楽なんかな、なんかいいことがあるんかな。ちょっと僕も調べたね、やっぱこう、うん、一回お腹、めっちゃお腹痛い時があって、トイレじゃないお腹痛さって皆さん多分あると思うんですけど、うん、そのトイレじゃないお腹痛さの時に、整腸剤とか飲む前に、10分間44度ぐらいの熱いお風呂に、まあヒートショックに気をつけて入られてみてください。痛みなくなりますよ、これ。これほんまみんなやられたらもうほぼほぼみんな言ってるんですよ。うん、痛みなくなるなって。やっぱ冷えが原因。冷えが原因というかね、うん、痛さっていうものが、言ったらそう、神経的な痛さっていうのが、お湯の温度の熱さによって感じひんようになって、おー、うん、やっぱそういう体温を上げることによって免疫も上がってるんで、そういうのでもちょっと体がいい感じに向いてるっていうことだと思うんですね。なるほど、なるほど。お腹痛いなと思って湯船使った瞬間、その痛さがスッと消えていくんです。で、熱いっていう感覚の方がどっちかやったら、はい、そっちの方に入っていって、で、出たらお腹痛さの感覚っていうのが抜けてるっていうのが。それは素晴らしい。うん、僕が使ってる天然重曹ね。こちら、絶対天然重曹っていうことを僕ずっと伝えてきたんですけど、天然重曹っていうのは、日本では取れない外国の鉱石が原料になってて、日本で売ってる重曹っていうのは全て化学的に塩分と二酸化炭素を合成して作ってるので、全く違うね。だから化学か、こっちはもう大自然の自然の成分、化学的なものが入ってて、やっぱりこう、排出できないっていうか、こっちはやっぱりミネラルとかって鉱石なんでミネラルが必ず入ってるんですよ。ここでも原産国アメリカって書いてて、原料ってトロナ鉱石っていうのとかね、いろんな外国の鉱石で日本では作れないので、国産重曹とかいうのは日本で一応化学的に作った重曹っていう認識で、で、こちらの重曹取られた方ね、やっぱ効果もいいって言われてあるし、もう口添えてると効果はめっちゃ効果あるなと。で、あと、味も美味しい。おー、そうです。味が美味しいから、ここが一番大事。味が美味しかったら継続できるじゃないですか。確かに。重曹ってちょっと飲みにくいイメージありますもんね。いや、もうこれだけでも全然飲める。あ、うん、全然飲めるっていう。ちょっと、また、そうですね。後で飲まれて。はい。で、続いて、クエン酸ですね。
はい、クエン酸。純国産クエン酸ってちょっとね、はい、高めなんですよ。これで多分今値上がりしたから1600円か700円ぐらい。250グラムで1600円か700円。だから飲む分に関しては2ヶ月ちょっとぐらい持つ関係で、1日3回ぐらい取られて。重曹の関係は農薬とか関係ないですけど、農薬問題が入ってくるんですね、どうしても。あの、生産、さつまいもからって。ね、だから僕はどうしたらいいかって言ったら、結局長年使ってみて、その結果やと思ってる、ね。ほうほう、農薬どうや、遺伝子組み換えどうやって、自分の体調が良くなったりとか、悪い状態になってへんかったら、なんでこれ飲んでたらすごいいい感じで。で、普通のクエン酸とかと比べて味も美味しいし、できるだけこれ進めてたら、前のクエン酸とこっちのクエン酸と比べて、こっち飲み張った人の方が効果が出てるんですね。でもやっぱ続けやすいっていうのが一番相乗効果を生むんかな思って、ずっと継続できるから。そうですよね、うん。それ一番大事ですよね。そうですね。で、このクエン酸を推奨させてもらってて、やっぱこう、普通の国産クエン酸とかってやっぱこう安いし、はい、農薬とか遺伝子組み換えの問題とか考えたら、そうですか、僕もそのあたりのところはちょっと存じなかった。何でもいいのかなと思ってそうですね。だから普通薬局のボトルの、はいはい、あの黄色いなんかシール貼ってる。はいはい、そうですよね。ボトルのやつって、うん。ああいうのとか四角いあの重曹って炭酸ナトリウム。はい、はい。全然違いますよ。全然違いますか、うん。そうですか、うん。で、僕今これちょっとツイートさせてもらったら、はい、全員これ使うようになって、今これ両方とも売り切れてるんですよ。そうなんですね。で、この会社さんとも僕仲良くさせてもらってて、はい、日賀さんなんですけど、うんうんうん、こちらの天然重曹っていうのは、フェリーの便とか関税とか滞りなく行ったら、10月の末にまた再販という形で、天然重曹。そうですか。純国産クエン酸っていうこちら、うんうんうん、こちら天然重曹は10月末に再販する可能性が高い、うん。で、こちらはね、もう年内の生産は終わってます。あ、そう、うん、年内はもう生産終わってて、再販するのは来年。だから、今は、例えば、無水クエン酸っていうのをね、はいはい、伝えさせていただいてて、まあ僕もちょいちょい取ったりしてるんですけど、無水クエン酸、そこにちょっと、これ一応、無水クエン酸って書いてて、原産国中国って書いてるんですね。で、僕そこで一つ言いたいのが、中国やからって悪いものが入ってるとは限らないんですよね。なんでか、日本の農薬問題とか多分調べられたら、中国よりちょっと日本の農薬の方がひどいぞっていうことが認識できると思うんですね。またこれ、中国産もあるし、オーストラリア産もある、無水クエン酸っていうのがあるので、日賀さんで、うん、調べてもらったらいいんですけど、で、それに関して、これに関して遺伝子組み換えも絶対やってませんということで、日賀さん教えられてるし、で、あと、農薬問題も日本と比べたらこっちの方が、うん、僕はまだいいんかなと思ったりもするし、無水クエン酸って書いてるのが、無水っていうことは、有水っていうか、水分が高い、有水よりは、無水の方が、クエン酸の成分だけ抽出してる方が農薬問題的な、いけるんかなと思ったりとかね、うん、するような感じ。だから、ない状態の時は無水クエン酸とかもおすすめさせてもらってますね。こちらの純国産クエン酸が再販するまでに、こちらで繋ぐという形ですよね。続いて、お塩。お塩ですね。はい、お塩はね、一応、ヌチマースっていうものをね、ヌチマースとか、雪塩っていうものを僕推薦させてもらってるんですけど、ただ、あの、一部の人たちが、その、ヌチマースにはちょっと良くない成分が含まれすぎてるとか言うんですけど、僕はもうずっとね、2年間取ってるし、10年間ずっとヌチマース取ってはる人もいるんですよね。結局、吸収と排出なんですね。これに悪い成分がもし入ってたとしても、吸収と排出がしっかりしてたら大丈夫と思うんですね。で、大丈夫やからこそ僕はずっと取り続けて、ずっと体調いいし、こんだけずっと外食しまくってても、今こうやって笑顔で健康でおれるっていうことはやっぱりこう、サポート、免疫さんをサポートできてるっていう部分で。やっぱこういう塩分濃度が低い 100% のうちだいたい 75% が塩分で、あと 25% がミネラルなんで、皆さんね、しゃっくりってたまに、まあ、人生に1回ぐらいなったと思うんですね。で、今の世の中ってこれしゃっくりはどうやって止めるって言ったら、唾飲み込んだりとか、うわーとかってびっくりさせたりとか、引き止めたりとか言って止めるんですけど、これって本当怖いことで、このしゃっくりが来るっていうことはすっごい体が悲鳴上げてるんですよ。実はあ、そうなんですか。もう大きな悲鳴ですよ、しゃっくりって。へー、それは知らなかった。うん、で、しゃっくりが出てる人にね、このミネラルたっぷりのヌチマースを一つまみして、ペロッと舐めてください。1秒で止まります。へぇー、うん。だからそれってどういうことかって言ったら、ミネラル不足の大切な体からの発信やったってことなんで、しゃっくりっていうのは。あ、そうなんですか。うん、そう。このでもしゃっくりを皆さん、なんて言ってる方、唾飲み込んだり、そうやって、止めようって、うんうん。そうですね。何も解決しやんと止めようって、解決しやんと止めたら、はい、病院が儲かりますね。皆さん病院行くもんだって。これ取ってたら、その問題は解決されて、もう発信はけえへんようになるけど。だからこの発信が、
しゃっくりを止めてるような状態であれば、これを使わないで止めてる状態であれば、他にどん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 発信が出てくるよね。だからそれで病院行くんですよね。なるほど。だから全ての体からの現象って言ったら、しゃっくり一つ、くしゃみ一つ、咳一つ、抜け毛一本、うん、全部体が僕たちに気づいてねって教えてくれる発信なんですね。はぁ、病気っていう言葉っておかしいんですよ、だから。病気っていう言葉はもうやめてください。もうはっきり言います。なんでか言ったら、すべて体を信頼して、すべて体からの発信なんですよね。病気なんか存在しない。あるのは発信だけ、うん。発信を西洋病院で闘病する、戦う、うん。体と戦うか、それか発信を真摯に受け止めて、ミネラルとかビタミンとか重曹とかクエン酸でいい方向にサポートして、一緒に手繋ぐか体と。そうです、ね。どっちかですよね。うん、だから、戦い続けたら今の戦争と一緒で、一生終わらないですよ。だから、闘病で一生闘病しながら、治ったと思っても必ず再発が来る。また闘病。何回も何回も繰り返し、うんうん、争い続ける。僕は言ったら体をサポートすることで、ずっとずっと体さん一緒に頑張りましょうねって言ってたら、どんどん言霊的にも良くなっていく。あ、でもそうですよね、うん。本当にそこに。本当にそこの考え方は僕も一緒ですね。戦っちゃダメですよね。うん、そうそうそう。すべて体の、まあ、反応、治癒反応ですから、うん、それに対してちゃんと手を取ってあげるというかね。はい。だからこのちょっと、うん、ミネラル不足っていうしゃっくりの発信を考えていただくと、この世の中がどういう風に僕たちを導いてるか、しゃっくり妻飲み込んで止めようっていうような情報操作がされてるっていうことを結構ね、理解していただいたら。なるほど、うん。ありがとうございます。これね、はい、僕はこの透明のね、アイススプーンって言って、これライターと同じ。はい。これぐらいの大きさだったけど、ね。なるほど、なるほど。同じね。で、はいはい、調べたらね、ちょっと大きめのスプーンっていうのもあるんで、これ、ちょっと、ライターやる、はいはい。これちょっと摂取の成分量が多くなっちゃうので、僕はもうライターの背丈と同じこのアイススプーンで測ってくださいって言って、わかりやすくしてます、はい。なるほど。で、例えばこのアイススプーンに、こちら天然重曹。こうやってすり切り作る、すり切り。うん。これ入れたら、アイススプーン、これすり切りですね。はい。で、次。こちら純国産クエン酸。こちらの純国産クエン酸ですね。はい。こちらも、こうやって、アイススプーンに、すり切り一杯ですね。すり切り一杯ですね。うん。僕は浄水器が家にないので、はい、クリスタルカイザーを、はいはい。だいたいコップでね、150ぐらい入れてます。これが冷蔵庫で冷やしたクリスタルカイザーを150ぐらい入れて、で、冷蔵庫で冷やしたものに対して、天然重曹を、さっき、アイススプーンすり切り一杯入れますね。はい。で、僕はなぜか、先混ぜるんですね、これ。あ、先に混ぜる。重曹だけを先混ぜる。あ、そうですか。うん、なぜかというと、この、冷たいお水に対して重曹溶けにくいので、先に重曹だけ溶かしたいんですね。ただ、常温であったらもう重曹とクエン酸同時に入れてもいいと思うんですけど、あ、なるほど。この溶かしてる間に、クエン酸を入れてることによって発泡して炭酸が壊れてしまうのを避けたいんですね。うん。できるだけ炭酸を残すために、先に重曹だけ混ぜて、なるほど。うん。で、これぐらい混ぜたら、その後に、純国産クエン酸もこちら、アイススプーンすり切り一杯、すり切りですね。はい。すり切り一杯です。これを入れて、で、ここで混ぜて。で、クエン酸の方はね、軽く混ぜるだけでもすぐに反応するので。うんうんうん、で、これ、じゃあちょっと。はい。ちょっとじゃあ。飲んでいただこう。ありがとうございます。いただきます。はい。あ、全然違いますね。めっちゃ美味しいです。美味しい。美味しいです。本当に美味しい。うん。あのこれなら全然続けれると思います、うん、僕のフォロワーさんとかみんなこれやから逆に早く飲みたいぐらいね、美味しいから夏場なんかも喉乾いた時にキュッと飲んだらめちゃくちゃ喉越しいし美味しいって言って、うんうん、これは美味しいです。ああ、よかった、そう言っていただいたら、はい、うんうん、よく聞かれることなんですけど、うん、飲む頻度とか、うん、飲む量ですよね。あ、はいはい、このあたりのところは僕はね、はい、一応今朝昼夕方晩寝る前っていう4回摂取してるんですけど、この重曹とクエン酸、天然重曹と純国産クエン酸を朝と夕方と晩飲んでます。とのとか食後とか食前とか関係なく、影なしですね。あ、でも基本的にみんなに言うのは食前の方がいいなっていうような発信はいただいてます。なんでかってこう、1万8000人フォロワーさんのうち1万人以上がもう重曹が確実に飲まれてる人たちばっかりで、その人たちがやっぱアンケート取った時には、食前っていうのが 30% ちょっとぐらいかな。で、あとは適当っていうのは 50% ぐらいおったんですよ。だから、そんなにこだわらなくても。関係ないです、うん、あんまりそう、そういう 50% 来るって、摂取し続けてる人たちから 50% の返信が来るっていうことは、そこまでこだわらんでもいいのかなと思って。で、朝に
天然重曹と純国産クエン酸の先ほど浅井さんが飲んだのを一回飲んで、はいはい、でお昼は僕ね、純国産クエン酸とヌチマースっていうものを先ほどみたいにアイススプーンすり切り一杯ずつね、ほうほうほう、このスプーンすり切り一杯ずつをお昼に飲んでます。うーん、でまた夜になったら次はまた重曹とクエン酸で寝る前の晩もね。重曹とクエン酸で、まあ、1日僕4回取ってます。なるほど。じゃあそのうちの1回はヌチマースとクエン酸になってるという、うん、でそうです、あの昼はヌチマースとクエン酸で塩分ミネラル補給。なるほど。ただその時の体調とかで汗よくかいた日とか、うんうん、例えばこう水をよく飲みすぎた日とかは2回ずつにしたりしますね。なるほど。ミネラル補給という形で、はいはい、僕たちで汗とか尿から必ずミネラルって出るような体のシステムなんで、うん、だからちょっと今日水分よく取ったなとか、お酒いっぱい飲んだなとかいう日には、ちょっとミネラルは体が抜けててしまってる分補給する形で、ヌチマースクエン酸を1回を2回にしてね。なるほど。そういうふうにバランスよく調整してますね。お水じゃなくてお湯とかでも別に関係ないですよね。一応ね、テストしてね、はい、例えばこれが3つの60度のお湯、はい、で、常温のお水。で、こちら、冷蔵庫で冷やしたお水で、うんうん、同じようにこう炭酸作って実験したら、はい、一番やっぱこう、冷たいお水の方が炭酸が壊れにくいんですね。あ、そうなんですか。で、常温の方はまあまあ、中間ですね。うん、で、この60度の高温になったら、すぐ炭酸が壊れるんですね。壊れるというのは、あの、すぐ炭酸が上に上がっていくっていう。はいはいはい、うん、やっぱ炭酸のものを飲んだ方がいいってことですね。炭酸ってね、あの、ちょっと調べられて、すごいね、効果がすごいんですよ。だから今ね、お医者さんとかね、うん、重曹とクエン酸別々にしましょうとかね、うんうんうん、あのたくさん言われてる方がいるんですけど、はい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 、重曹とクエン酸混ぜた中和するから単なる炭酸水やって、いや全然そんなことないんですよ。だって結局重曹っていうのは僕が口に入れたら重曹は胃酸と反応して中和しますもん、はいはい、でクエン酸はずっと飲んで胃酸と一緒に入ってずっといて十二指腸腎臓の方で僕たちって重曹成分を体から作ってたんですね。お重炭酸イオンっていうものを、はいはいはい、うん、だから重曹クエン酸飲まなくてももともと胃酸っていうのがこうずっと入っていって、それを重炭酸イオンっていう腎臓で作ってるものが反応させて僕たちもともと弱アルカリ性に持っていく性質なんですよね。あ、そうなんですか。それをサポートするっていう。はあ、で、じゃあ単独で飲むのどうなんって言ったら、うんうん、いや一緒でしょって結局反応一緒やったら飲みやすい炭酸の効果もあるもので、例えばクエン酸とかやったら歯が溶けたりとか、うん、胃酸と酸と酸でね、はいはい、逆流食道炎とかそういう風になったりするので、僕必ず混ぜて飲んでくださいってみんなに伝えていただいてるんですよ。なんですね、だから重曹クエン酸の効果が1やったら炭酸の効果も1ありますよ。なるほど。炭酸ってそれぐらいすごいんですよ。あ、そうなんですね。うん、そこがもう、まあ、抜け穴で。いろいろ僕も文献読んだら、やっぱり分けて飲んだ方がいいって言われてる文献もあるじゃないですか。あ、ありますね。なんかそれぞれの効果があって、混ぜると、重曹とクエン酸混ぜると多分、重曹が分解されるのかな。で、クエン酸ナトリウムになる、ね。うん、まあ、クエン酸ナトリウムになるけど。クエン酸ナトリウムと水と二酸化炭素か。になるんですよね、うん。でも全然それは問題ない。問題ないですね。うん、必ずね、僕たち pH を測るんですよ。はいはい。摂取した pH。うんうん、で、基本的には弱アルカリ性 7.4 が一番ベストな状態で、はいはい、で、重曹クエン酸朝昼晩とかそういう風にちゃんと飲んでる人たちって、測るたびに大体7以上をキープできるんですね。ほうほう。で、一番ベストなのは、ずっと7をキープしようかと思ったら、ちょいちょい飲みするんですよ。あ、やっぱりそうなんですね。うん、ちょいちょい飲み、うんうんうん。炭酸ができるだけ壊れない、魔法瓶的なね、そういう炭酸専用の水筒があるみたいなんですけど、それでずっと飲んではる、ちょいちょい飲みしてはる人はもうずっと7以上キープで。なんでかだ、こう、朝飲んでもやっぱ時間が経つとどん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 また下がっていく性質持ってて、うん。僕たちだから体動かしたりとか、ご飯食べたりとか、動くだけでも体が酸に傾くシステム。そうですよね、うん。はい。だからそこをどうしていくかやったらやっぱこう、常に飲んでたら一番いいってことですね。だからね、そうですね、はい。でもそれが多分大変やから、うんうん、3回にして。なるほど、なるほど。3回でも十分ね、これ、潤う状態なんで。うん、だからちょっと混ぜるなって言ってるところも、ちょっと僕は、うん、かな、みたいな。あ、そうなんです。なんでかというと、僕はずっと2年間、絶対混ぜて、絶対混ぜてって伝え続けてきて、もう2000件オーバーの僕を、感謝の気持ち、ヒロミさん、ガン消えました、とか、普通にね。うん、でも本当にね、ツイッターでね、いろいろ拡散されてますけど、うん、いろんな方が治られてますよね。すごいですよ。でも、病院って何やって思われるの僕の情報に触れていただいたら。すごいなと思う。昨日でもね、一人あの、ガンの方が、あの、ガンがなくなってますわ、って。それすごいっすよね。うん、さっきちょっとお話ししたんですけど、白血病の方もなんか良くなって。そうです。今、白血病の方ね、うん、今僕のあの、お話し会に来ていただいてる、白血病の方も、はい、もう、ちょっとどんどん、重曹クエン酸飲み張って、数値がどんどん良くなっていってて。で、猫ちゃんの白血病数値もあの、猫にも飲ませてあげる人がおって、あ、そうなんですか。猫ちゃんも白血病なくなりましたって。すごい。
あ、動物もじゃあ一緒なんですね。一緒ですよ、結局。だから、その利権が絡んでるんですよ、うん。もう一つ言ったら、はい、僕はね、これ、ヌチマースっていうのをね、はい、海水濃度に薄めたヌチマースを、点眼、うん、目ですね。目に、ねはいはいはい、点眼してほしいんですよ。じゃあ、ほとんど眼科に行かなくていいです。眼科に行かなくていい、このヌチマースの点眼で。であと、天然重曹をうがいして、それのうがいの残ってる成分で歯磨いて、で、またうがい、ゆすいで、また次下の歯磨いて、うがいしてっていうことを繰り返せば、歯医者行かなくていいです。で、天然重曹と純国産クエン酸とか、ヌチマースのたら、これ病院行かんでいいです。じゃあ、どこで、体の悩みないやっけっていう話。ですね。ほんまにそうなんですよ。これ本当に広まってほしい。うん。はい。本当に。もうどん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 ね、元気で笑顔の人が増えていけばね、嬉しいなと思ってて。そう、すごいですね。もっともっとね、世の中のおかしさがどんどんあらわになってきて。本当にね。うん。はい。僕もね、いろんな人に問い合わせとかあってて、うん、できる限りは DM とかで無償でやらせてもらってるのでね、また、機会あればね、僕の情報に触れられて、気になることがあれば質問していただけたらと、はい、思いますので。で、ツイッターですよね、メインにあります、はい、メイン、ツイッターと、アメブロと、うん。はい。じゃあ、YouTube の僕の概要欄に、そのリンクは貼らせていただくので、よろしくお願いします。ぜひ皆さん、またチェックしてみてください。遊びに来られてください。はい、そして、笑顔になってください。そうですね。お話し会も、なんか、そうですね、今どのようにで、月に2、3回今ね、お話し会、大阪の天王寺の方でね、させていただいてて、で、もちろん来ていただいた方にね、これよりもうちょっと大きめのね、重曹とクエン酸もね、ワンセットをプレゼントさせていただいてて、で、伝えやすい、例えば、もう重曹クエン酸知ってるけど、誰かに伝えたいとかあるじゃないですか。うんうん、言い方悪かったら病院信者というかね、はいはいはい、そういう人たちにももっと伝えやすく、うん、できるような情報も提供させていただいているので。すごいすごい、うん。ありがとうございます。いや、これ絶対皆さんもね、勇気に繋がると思います。はい、本当に。アフィリエイトでちなみにどんな形で僕はブログで、アメーバブログのとこをリンクを踏んでいただいたら、はあ、例えば1000円のもん買っていただいたら僕に30円入ってきたりとかって。ああ、なるほど。それは、それは普通に売ってる金額と全く変わらないわけなんですね。おうおうおう。だから1000円でここで買うのと僕から1000円で買うのと言ったら結局一緒やけど、ひろみさんありがとうっていう思いがあったら僕のとこ踏んでいってくれた僕はこれで、その30円が僕の言った生活費、運営費になって、そういう感じで今やらせてもらってますね。じゃあもうぜひ、ぜひね、これ見たら、はい、見た方ぜひまだ概要欄かなんかに僕の商品ページかなんか載せていただいたら。わかりました。そこを使っていただくと、商品ページは全然ね、もう本当に助かります、本当に。うんうん、もうできるだけ無償で発信したいけど、やっぱこう生活維持っていうものが、やっぱ関わってきますので、ね。これも継続していただかないと、やっぱり助かる人も助からなくなってくるんで。うん、そうですね。はい。なんかそういう意味でちょっとね、はい、ぜひそのページを踏んでいただいて。ありがたいですね、本当に。現場で広めようと思ったんですね。この情報ってすごすぎるから、うん、だって老人ホームにいる人たち全員救えるような情報なんで、ね、ですよね。老人ホームいないやんっていう、うん、うちの親父を見てたら、ね、うんうんうん、横になってた人がどんどん元気になって、で僕のフォロワーさんたちが杖持ってるおばあちゃんたちにこう重曹飲んでくださいと杖持たんでいいよなって言ったりとか、すごいな、もう黒髪になっていったりとかして、白髪が免疫ですごいなっていうことで、でこれを現場で広めよう思って、僕のし昔の仕事のつながりコンセプトカフェっていうとこ、はいはい、メイド喫茶とか、はいはい、いろんなとこあるじゃないですか、はいはい。ああいう女の子たちってすごいお客さんにいっぱい喋ってくれる能力があるから、うん、情報拡散力が高いから、はい、その子らに広めてもらおうって、はい、1000人ぐらいに伝えたんですよ。重曹さん飲んでくれ飲んでくれ、うん、飲んでくれって調べていいから、僕も顔も名前も出してる、こんなに数値良くなるからって、うんうん、実践してくれた20人だけなんですよ。1000人に伝えて20人なんですよ。そうですか。うん。なんでか言ったらやっぱ信じれないとか、あそんなうまい話がないとか、ね、うんうん、なるほど、ね、常識っていうものがこう邪魔するというか、うんうんうん、病院ありきやのになんでそっちに頼るのって、そうですよね、病院行ったらええやんっていう、うんうんうん、もうそういう風な感じで、実践した20人は、これすごいやんって。だからやってみないとわからないね。そう、本当そうですよね。うん、そう。で、僕思うんですけど、やって、で、一回じゃダメなんですよ。皆さん、継続することがすごく大事で、先ほどね、お父様の話がありました、はい、やっぱり2ヶ月目までは特になかったんでしょ。でそこを継続してずっとされたから、そうですね。良くなっていった。うん、そうそう。皆さんね、すぐに結果を求められるんですよ。あ、それはね。はい。うん、あ、だからなんでやったらなれへんやんけって言って。そうそうそう。それはちょっと違うもん。いや、僕も本当に伝えてるんですけど、皆さん大体ね、やったらすぐ結果出るもんやと思ってはる人が多くて。で、まあ、そこが一番ね、ネックだなと思ってるんですよ。うん、でも、このジュースをクエン酸すごく飲みやすいし、美味しいから、普通にでも
続けれると思う。じゃあ、もうまたこれ、はい、浅井さんの力になると思うんで、飲まれたら、はい、これ美味しいやんけ、だったら。そうそうそう。うん、いや、普通で美味しいです。うん。じゃあ別に、はい、効果ないとしても、炭酸水として飲みったらって言ってたら、はい、知らん間に、浅井さんありがとうって言ったら、自然になりますからね。うん。いや、本当思いました。はい。はっきり言って僕、そこら辺の飲食店とか、うん、1杯目だけは充足円なんて出してって思ってるんでね、本当に。うん。じゃあ、どん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 西洋病院っていうものが縮小していくのも、目に見えて、うん。うん、結果として出てて。どんどん僕ら叩かれるかもわかりません。なんかね、一つ疾患、どんな感じの疾患やったって、まず寝起きが悪かったのが治りました、うん。で、疲れやすかったのが、もう全く疲れなくなった。で、これは、言霊、よく元気になってるっていう言霊と相乗効果があるかもしれないんですけど、ね、うん、もう24時間労働の前の仕事、5日間ぐらい24時間働いたんですけど、一切肉体的に疲れないんですよ。すごい。やってる内容で12時間ぐらい経って、12時間ぐらい座れるような環境の仕事なんですけど、それでも肉体的疲労ってゼロでしたね。それすごいっすね。だから人間って実は疲れなくていい生物だったっていうこと。すごい。で、僕のフォロワーさんたち聞いたらみんな疲れへんようになってるんですよ。また体内 pH をアルカリ化するっていうのはすごく大事ですね。すごい大事ですね。人間って脂肪ってつく人いるじゃないですか、太ってる人って。あれってめっちゃ体が守ってくれてる行為なんですね。なんか脂肪ついてるやん、よかったやんって言わんとあかんのを、太ってる人がなんか悪者みたいな、わがままみたいな。じゃないじゃない。ご飯食べて、体を守、排出できへんから体を守るために脂肪ってつけててって。で、重曹クエン酸飲んだら、いい環境が整うから脂肪って免疫が、あ、これはいい、守らんで良くなったっていうことを勝手に排出。だから、重曹クエン酸飲んでる人は痩せていくんですよ。あ、そうなんですね。確実に痩せていくんですよ。ただ、心の問題を向き合ってなかって、外ばっかり求めてたら、うん、治れへん、治れへんって、あれやこれや詰め込んでたら、それはどん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 太っていくわ、ずっと継続で。もう、シンプルに、体と向き合って、重曹クエン酸、天然塩、天然痘。で、まあ、お風呂とか、笑顔とか、対応してる人はもう絶対痩せていく。なるほど。うん。標準体型なんかも、おかしな話になる。うんうん。標準体型ないですよ、あんな。言ってるだけですよ。うん。だって標準体型までみんなご飯とかいっぱい詰め込んでくれるから。じゃあ、詰め込んだら詰め込んだら病気になってくれるから、この世の中が成立してるんで。そうですね。確かに。僕とか、ね、僕のフォロワーさんは全然標準体型以下なんですよ。うんうん、今までで一番体調いい言ってますよ。その標準体型が生活習慣病を作るぐらいな。なるほど、なるほど。うん、だから、やっぱ自分が判断する、うん、体内時計とかもあるし、ね、自分を信じること、自分の免疫と握手して、どうしたらいいって体に問いかけてあげたら、うん、いいと思って、これから。20人やってくれてる子らも、インターネットで発信してくれるんだけど、お店側がそんな発信やめてくれという圧力をかけてくるんですよ。お店側が。お店側がその、言ったコンセプトカフェの経営者さんが、ツイッターとかでそういう発信するのやめてくれと。はあ、だから、それでわかるように、僕たちは僕たち、自分たちが自分たちで自分の首を絞めてたって。だから、ほら、重曹クエン酸、親父に飲ましちゃった親父、癌で死んだけど、死なんでよかったんちゃうかなって、言う人おるんですけど、うん、でもそういう社会を僕たちが作ってるってわけじゃないですか。ああ、そうですね。うん、こういう風に、こう、病院ありきの社会っていうのは。確かに。だから、一人一人が行動を起こしていったら、うん、これからその社会ってどん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 ね、うん、そうですね、いい社会になっていくので。本当にそう思いますね、うん。だから僕のね、情報とかも全然みんな利用してもらってね、結構なんで、どん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 拡散していっていただいて。本当にあの、素晴らしい情報をいつも拡散してくださってるので。いやいや、もう、よく僕も見させていただいて。でも僕はちょっと感じたら、そのうちなんかあるんやろなとは、ちょっと。あの、当初出会った頃からね、同じ方向向いてるから、うん、そうですね、将来的に多分、なんか終わると思ってて、うん。ちょっとね、今回この機会に、はい。お話聞かせて、僕もよかった。まあ、すごく勉強になりました。ほんま、ありがとうございます。